え、無理です。外国の方からなんですか？ナギ君にお願いしましょう。呼んできます。 Hello Takanashi's Production。 Okay, I'll take care of it。 なんか OK って言ってませんか？ I reach 7 when sing happy for youアイドリッシュセブンが歌うって言ってませんか？ダグラス・ルートバンク、クリスマス公演で来日します。私たちに前座お願いしたいそうです。アメリカの人気ポップロック歌手のダグラス・ルートバンクですか？私たちの動画見て私たちのファンになったそうです。ダグラス・ルートバンク？ソウちゃん知ってんのか？世界のポップシーンをリードし続けてる最高のアーティストだよ。アルバムは世界中のヒットチャートにランクインしてるし、一番最近のシングルだってもう500万枚超えてて。ソウゴさんが珍しく興奮してる。それにおじさんが好きだったんだ。嬉しいな、会えるなんて。そうか、よかったな、そう。それだけですか？他になんて言えばいいんだよ。ダグラス・ルートバンクだよ。君たち、感激が薄くないか？洋楽にあまり詳しくないのか？知りませんね。ほとんど聞かないし、だって歌詞わかんないんだもん。わかった、今から講義を行う。ダグラス・ルートバンクの前で失礼があったらいけないから。え、そこまで？ノートとペンを用意して、僕が話すことを漏らさずにメモに取ってほしい。すげえ好きなんだってことは伝わってきた。けど、悪いな。撮影行くから。私も仕事があるので。俺もアニメの時間です。腹減った。リク君、マンツーマンでみっちり教えてあげるからね。はい、ありがとうございます。
すごいよダグラス、ほんとすごいんだって。またこの人は単純に影響されて。本当だって、あんな激しく踊ってるのにすっごい声が出るんだよ。イオリもダグラスのライブ DVD 絶対見た方がいいって。あの人に会えるなんて超ラッキーだよ。ミツキも見てよ、ミツキ絶対ダグラス好きだよ。俺はゼロに身も心も捧げてっから。一番はゼロのままでいいから、今夜部屋に行くから一緒に見よう。ダグラス最高。だろう。泣いたもん、すげえよ。ずーっとニコニコしてて超楽しそうなの。俺もニコニコしちゃって気づいたら泣いてたよ。あんな人に呼んでもらえるなんて夢みたいですよね。サインもらえるかな。そこ乙女チックな目で語り合わないで。ダグラスのご指名なら新曲を出さないわけにはいかない。社長もファンなんですか。僕の青春時代はダグラス・ルートバンクに捧げたと言っても過言じゃない。へえ、すごいやつなんだな。俺も DVD くらい見ておこうかな。私もコンサート前までには見ておきます。じゃじゃん、アイドリッシュセブンの新曲はこちらです。胸にグッとくる感じの曲ですね。それでいてダンサブルな。歌うの楽しみ。ダグラスのライブを見ながらインスピレーションを感じて振り付けを考えよう。そのためにスクリーン買ったから。家にあるから運び込むのを手伝ってくれる？イオリ君と玉木君は事務所で留守番してて。うっす、わかりました。イオツバさん、今食べてるお菓子のおまけいらないんですか？うん、捨てるのももったいないのでいただいておきましょう。あくまでリサイクル精神です。いいよ。あ、帰ってきたかな。お帰りなさ。アイドリッシュ7